はい、皆さんこんにちは、ワンダルヌルビッシュです。プレイキスプリッツ2015スタープレイヤーモードの高橋よしのぶでのプレイ続きをしていきたいと思います。今日は、休憩を入れましょう。でこの後ですね、広島に移動して広島との3連戦ということになります。相手の先発は中村恭平ですね。ストレート152キロ、スライダー、カーブ、チェンジアップとフォークも持ち球として持っているという投手ですね。先発のオーダーはご覧の通りです。今日は4番キャッチャー阿部、1塁には井端が入っていますね。前回のプロ野球スピリッツのプレー動画の中でもお話ししたんですが、ちょっと旅行に出ていた関係でしばらくブランクがあったんですが、それでも、前回ホームラン1本打つことができたので、今回もですね、ホームラン狙っていきたいと思います。さあ、まずジャイアンツ1回の表、ワンアウトランナー1塁で高橋由伸の第1打席目ですね。さあ、そして打席には高橋が入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、セカンドランナー、二塁ランナーは誰だ、ここもしっかり抑えて選手点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。まずはスライダーから入ってきました。130キロインコースのスライダー。さあ、第2球はバッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は3割5分9厘となっています。この右に来た141キロのストレート、ちょっと振り遅れてしまいました、ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。今度は152キロのストレート、ここまでインコース3球続いてますね。高め、際どいがボールになります。150キロのストレートが外れて3ボール1ストライク。ここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。はい、これ見逃せばボール球でしたか。ストレートですね。これもスライダー、いやカーブですね。最後は150キロインコースのスライダー踏ん張っています。2アウトランナー2塁です。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。先制点のチャンスだったんですけどね。西さん、やはり強いチームというジャイアンツの方の先発は菊池が打席に入ります。杉内です。前回のゲームではバットでチームに貢献しています。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、これはセカンド片岡が抑えてワンアウトですね。さあ、ジャイアンツ3回の表は1点先制点を挙げて、なおワンアウトランナー三塁一塁で高橋由伸。ここは何としてもヒット1本欲しいですね。最低でも犠牲フライ。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入ります。さあ、なおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。1球目はカーブでした。2球目はスライダー、外れてますか。はい、これも外れてますね。ランナーが動きやすいカウントになりました。インコース3球続けてきてます。ここは中間守備ですね。バックホームとセカンドゲッツ、151キロのストレートは速いです。ちょっとタイミング合わない。そうですか。打った、タッチアップ、サードランナーサードを切る、あまり球だったんですけどね。最低限の仕事はできましたか。ジャイアンツ先ほどの ただここまでヒット出てませんからね。打順は3番、ヒットが欲しい。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーはカープが中村、そしてジャイアンツが杉内。中村結構高橋をインコース攻めてきますね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。
ここもインコースですね。3ボール3球続けてインコースのボールが外れてます。これは厳しいところ、ただこれもインコースですね。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。さあフルカウントになって、ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これは落ちるな。外のボール打ってきた。よしよしよし、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、二塁送球。これはナイス。バッターランナーは二塁到達。レフト前ヒット。高橋、これが自身本日の初ヒットになります。小宮山さん、今ボールはストレートですね。ストレート。さあ試合の方は動いてますよ。4対3とジャイアンツのリードは1点。いい組み立てだったと思いますね、まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒ピッチャーが佐藤にスイッチしています。佐藤のデータを見ていきましょう。ストレートは143キロ、そんなに速いボールじゃないですね。あとシュート、スライダー、チェンジアップにスラーブということで、変化球は4種類持ってます。セカンドランナー坂本なので、さあまず1球目ワンヒットで、あっと取れない。ボールを拾ってこれるかなという感じですね。今のようなミスは勝敗に関わることがありますから、注意しなければいけませんでしたね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インコースの変化球見ています。ボール3つ、ストライク入りません。そろそろ甘いところにストレート来てもおかしくないですね。ここは一塁が空いてますから、無理に勝負はしないでしょうね。ああ、そうです。落ちるか。センターへ落ちるね。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。また同じような流れだ。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。センター前ヒット。これでマルチヒット。帰ってきても良かったんじゃないかなと思うんだけどな。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。ちょっと帰ってこれなかったか。ただ4回4点か取って、8対4と、まあ、ほぼほぼ試合は決まったかなというところですね。打席には3番バッター高橋。そしてピッチャー川内ですね。さっき川内もわからないのでデータ確認させてくださいね。ストレート132キロだいぶ遅いな。スライダー2種類ですね。落ちるスライダーと曲がるスライダー。これはもしかしてあれかな、アンダースローとかサイドスローのピッチャーなのかもしれないですね。ストレート132キロってことは、そんなことはない。初球ボール。ストレート132キロ。2球目は何で来るか。今の落ちるスライダーです。ファールボール。これが3球目。これは危ない。あわやデッドボールかというボールでした。いいコースに決まりましたね。川内のスライダーはやっぱりかなり曲がりますね。5球目は何で来るか。またファウル。スライダーにはタイミング合ってないようですね。これもスライダーですね。まあここはゾーンギリギリを狙った勝負ですね。なるほど。さあどう来るか。打ち上げた。アウトコース打ちました。この打球これもスライダーです。フライになっています。取ってスリーアウトです。ここで、吉信はシリーズを置いて、そのまま試合の方も終了してますね。8対4でジャイアンツが勝ってます。残念ながらカープ敗れてしまいました。ミッサー、両チームよく打ちましたが、最後は力勝負に敗れてしまいました。5打点が出てるんだ。打線がね、よく頑張ったんですけどもね、まあ惜しかったですね。そうですね。阿部、今日ホームラン打ってんだな。あと長野も打ってますね。そろそろだいぶ経験値溜まってきたんで、能力上げましょうか。
試合の方、その他の試合はヤクルト、DeNA 勝ってます。パリーグの方は楽天とファイターズとオリックスが勝ってますね。さあ広島との第2戦です。お、給料もらった1200万か。そしたらですね、まずは能力をアップさせましょう。パワー、走力も上げましょう。守備力ですね。肩も欲しいよな。レーザービームとかもそういうのはちょっと無理だと思って、であとはですね、アシスタントさんに揉んでもらいましょう。まあ、治療してもらって調子がどれくらい上がってるか。いいですね、完全回復してます。今日の先発は小野良平。ストレートは149キロ、まあそこそこというか、まあ速いですね。149キロ。変化球は4つ、シュート、スライダー、フォーク、カーブという持ち球ですね。はい、それでは早速試合の方入っていきたいと思います。今日も高橋由伸の方は3番に入っています。で、注目の阿部、今日はファーストに入っていて4番です。スタジアム広島です。さあまず1回の表、ジャイアンツの攻撃は2アウトランナーなしで高橋由伸第1打席目です。さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあそうですね、どちらかというと見てくるバッターなのでストライク先行でいいと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。まずはフォークから。初球ボール、このストレートは厳しいところですね。外角、はい、ボール先行です。さあ第3球はこれも外れます。この球は外れています。ここまでストレートが1球に変化球が2球ときて全部外れて3ボール。さあ次何投げてくるんだ。このはここはストレートのフォアボールでした。2アウト、これが1球目。初球ボール、外に決まりました。これでワンボールワンストライクですね。さあ3球目は何か。3球目見送っています。ボール。4球目は何で来るか。これで3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。フォアボール、コントロールが乱れています。小宮さん、やはり警戒心が強かった。これ2アウトランナー2塁1塁ですね。もったいないですね。バッターボックスの長野、今シーズンの得点圏打率は2割6分1厘。これは、ああちょっとスタートが遅れたな。ホームに戻れないですね。カーブ、さらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。ここは確実に目を積んでいきたいですね。さあこの場面で打席には6番のアンダーソンが入っています。さあ2アウト満塁、1回の表、2ボールになって、ここはストレート145キロ。カウント2ボール1ストライクから第4球、何を投げてくるか。これが4球目。おお、これも3ボール1ストライクですね。押し出しとなると先制点が入ります。
これが決まってフルカウント、ツーアウト満塁、フルカウント。さあアンダーソンどう打つか。先制のランナーが帰ってきます。押し出しです。今の攻防1回の表ジャイアンツとは2点先制しましたね。ワンヒットで2点というのが1回の表でした。打順の組み立てとジャイアンツ先発菅野ですね。バッターは菊池。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。さあジャイアンツは打ちました。センター前だ。おー長野がセンターライナー掴んで抑えてくれたようです。吉野部2回の表は2アウトランナー2塁ですか。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり押さえて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから期待していいんじゃないでしょうかね。ボールになります。ボール1ストライクですね。さあ4球目は何か。わあこれ甘いボールだったな。もったいない。フォークボールですね。これもファウル。ストレート136キロ外れてフルカウント。フルカウントになります。このはだいぶもう球数投げてますね。もう55球になって ただその後は踏ん張ってて、2回以降は得点与えてませんね。ただピッチャーが川内に変わってますね。よし川口は打つぞ。スライダー。うわーこのスライダー入ってくるんだ。これは落ちるスライダーですね。ボールになります。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。西さんこの高橋対左ピッチャーはどうなんでしょう。うわーこのスライダー入ってんな。そうですか。ちょっと手が出ないな。これスライダーですね。小宮山さん三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るのでそういうボールしかないと思います。ただこれはダメか。いいところに飛んでいる。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。最低限の仕事ってことで、高橋いただきましょう。どうかな。川内はまだ投げてるか。3番バッター佐藤に変わってますね。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。まずはスラーブか。シュート変化球が決まります。前回の対戦ではシュート見なかったですけど初めてシュート投げてきました。さてバッターの高橋バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、まさに率も残せるホームランバッターって感じですかね。あそうです。インサイド落ちました。これはどうだ。取った。これは内野安打ですね。高橋今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー。当たりとしてはちょっとしょうもない当たりでしたけど、まあ、ヒットはヒットですからね。バッターボックスは3番高橋。ピッチャー福井に変わってます。点差3点。福井の方ストレート149キロ、変化球3つですね。縦のスライダーカーブにフォークが持ち球の福井です。右投げ右打ち。さあきっちり打っていきましょう。ちょっと長打が出てないですから最近。まずは145キロのストレートから。まっすぐできました。甘いとこだったんですけどねストレート。インコースを厳しく攻めます。ボール打ちる球できました。これで3ボール1ストライク。ヒッティングカウントになってからストレート1本でいく。どうだ。高めのボール。あーストレート待ってた。ストレート丸が掴んできっちり捉えたんですけどね。センターフライでした。ここで審判が一度試合を止めます。これでさあ審判団が終わりですね。ただもう8回まで試合の方進んでましたんで
試合は成立ということで、ジャイアンツ5対2で勝利してます。さあ、その他の球場の試合結果、ドラゴンズ、DeNA がそれぞれセ・リーグでは勝っています。パシフィック、パ・リーグの方は楽天、ライオンズ、そしてオリックスが勝っているというところですね。まあ、ジャイアンツはもう完全に独走態勢に入りましたね。さあ、今日の広島の先発はエース前田です。まあ、もう見る必要ないぐらいの完璧なピッチャーですね。前田から2安打か。なかなかハードルが高い亀井の申し入れだな。マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。お、ただノーアウトランナー二塁一塁だな。前田立ち上がり苦しんでるような感じですか、もしかして。さあ、カープ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので、配球には注意が必要ですね。今度は外角ですね、サークルチェンジ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。145キロのストレートから逃げ、2ボール1ストライクから、まあ、次は手元で沈むボールを今のコースに。うわー、飛びついた。これはいいプレーだ。アウト。一塁送球はどうか。際どいタイミングも一塁はセーフ。ボンダじゃないだろう、今のは。ボンダ扱いになった。ご覧いただきましょう、まあ、見事なダイビングキャッチを見せてくれました。ファインプレー。いや、ピッチャーは助けられましたね。なんとか一塁セーフでした。さあ、そして打席には阿部が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。1回の表ジャイアンツ1点でも取れるかな。外角高めへのストライク、ワンボールツーストライクです。前田と阿部の対戦ですね。インローボール、まあ、次は思い切ってインハイストレートがいいんじゃないですか。ああ、そうですか。ファウルになります。バッター、これはどうだ。一二塁間を破る。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで、1点先制ですね。1点を先制しました。阿部はもう早々にノックアウトしておきたいからな。阿部じゃないわ、前田は。ただこの回は1点止まりですね。西さん、長いシーズン怪我などもありますか。菊池が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。外れてフォアボール。1対1の同点から広島に勝ち越しを許して2点ビハインド。3回の表、高橋由伸の第2打席目です。ここいらでヒット1本打っておかないと。亀井さんならこのバッターどう攻略しますか。亀井から疲労回復の極意を学ぶには今日の試合でヒット2本打たなきゃいけないんですよ。どういった攻めを見せてくるか。変化球入りません。ボール先行です。いいコースに決まりましたね。このスライダーは厳しいところだったな。どうだ。打ちました。これは宇宙間に大きな打球。よしよしよし、二塁まで行きますね。宇宙間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。よしよしよし、ファーストランナー一気にホームイン。ストレートだったと思います。今のボールは1点。ここはうまく打ち返されました。ストレートかな。得点を許しています。いや、カットボールかもしれないな。なんだろう、ちょっと球種が多すぎて握りも微妙なんでわからないけど、なんだろう、ストレートじゃなかったかな。たださらに1点ずつ取り合って、今画面に出ているのがさっき落ちるボールだったんですね。フォークではなかったです、握りは。
ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。まずはストレートから。まずはインコース。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。まあ、なるほど。開き直ってストレートで押してくるのか。前田はさあ外してくるのか。内へ曲げてきました。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。さっき打ったボールと同じようなボールですね。今わあ、これはバット出ず三振です。試合の方、広島さらに追加点を挙げて4点ビハインドで、試合の方得点圏にランナーを終盤に入ってきました。こういったところから足元を救われないようにしっかり抑えていきたいですね。スロースライダーか。まあ、ただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから簡単に打たれはしないでしょうね。今度はスローサークルチェンジ。さっきの打席では2球ポンポンとも本当に速いボールでストライク取られましたけど、今回はスロースライダーにスローサークルチェンジと遅いボールで緩急をつけられている感じですね。今シーズン得点圏での打率は3割6分4厘となっています。スロースライダー、さすがクリーンアップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。スロースライダー、またスロースライダーか。ここはゲッツーシフトですね。もう1点覚悟ということですかね。あ、そうですか。ファウルになります。またファウル。ヒット欲しい。うわー、ボール球だ。このピンチは空振り三振。さあ、これ最後の打席になるかもしれない。点差を追い上げて、2点差まで追い上げてますけども、ヒースにチェンジしてますね。広島のピッチャーはヒースはストレート152キロにスライダー、ナックルカーブにチェンジアップ、ツーシームとスプリットも持ってますね。さあ、ヒットなんとか1本打ちましょう。これは143キロのストレート。初球はストレート決まっています。2球目はナックルカーブですか。これはダメか。当たりは悪くなかったんですけどね。反撃はここまで。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ここで試合終了。第3戦は広島が勝ったというゲームですね。勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。今回広島との3連戦をお届けしてきましたけども、次回はですね、DeNA だったかな、ちょっとそこまで見てから終わりたいと思います。そうですね、 DeNA との3連戦をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。